な感じでなんか用意してくれてたみたいなので、はい、ちょっと今日はね、そちらの13個のプレゼントを開けていきたいと思います。ね、もうなんかハッピーバースデーの。8個目。お、ついに2段目に行きました。列上の段へ行きましたね。2段終了、はい、2段目に行きます。ちょっと中ぐらいにも入ってますからね。本当だ、行きます。はい、何が出るかな、何が出るかな。これ楽しいよね、なんかさ、うん、年齢と同じ数プレゼントが。確かに。お、ハンカチ、はい、ピンクのハンカチ2枚もらいました。ありがとうございます。今ね、中学校も始めたばっかりで、これもシンプルに使えるよね。シンプルにも使える、実用的な。そう、みんな、ね、ママ分かってんね。私こういうの欲しかったの、なんかピンクに無地みたいな、うん、でしょ。大好きよね、無地大好き、マジで。ありがとうございます。しかも実用的で、もう即使えるという。そう、明日から使えるっていう。はい、ありがとうございます。忘れ物も多いからね、多めにちょっとね。だから2枚なの。予備もしっかり持っていけってことで2枚なの。受けるんだけど。じゃあ次、9個目かな。はい。どんどん迫ってきてる。迫ってきてる。あれけど13なら10個目じゃない？そうか、10個目か。10個目だ。早いね。早い。もう10個目。10個目。なんかね、これね、ちょっと重くなってきた。おー。袋が大きくなってきたから、わかんないけど。だんだん大きくなってきました。すごい顔してる。だって止めれなかった。はい、いきます。何が出るでしょうか。もうちょっと破れちゃってますね。もういいですよ。待って。うわぁ、待って、じゃあ欲しかったやつ。よいしょ。じゃーん。もしほちゃんといえばね、これでしょ。あの、私、あの、クリスマスといい、ホワイトデーといい、もらってて、そうちょうどなくなっちゃってて、マジでわかってるね。これがね、もう最近、ね、最強すぎて、ずっと使ってて。イベントの旅にもらえるという幸せ者ですね。幸せ者ですね、本当に。ありがとうございます。はーい、パックです。嬉しいな、マジで。それいいんでしょ、しかパック。これめっちゃいいの、本当に。おすすめ。はい。次いきますね。お、あと残り3つになりましたよ。やだー、ちょっとその前に一回じゃがりこ食べさせて。はい、美味しい。美味しい。止まらない。世界一の幸せ者さん。じゃあ次。11個目。はい。なんかね、重いんだよね。さっきよりも重い。だいぶ重いよ、それ。たぶん。ちょっと待って。えこんなにもらっていいの？何ですか？ちょっとごめんなさい。お、これは漫画。漫画じゃね？これも大好きな。何の漫画ですかね。少女漫画だ。なんか、ね、少女漫画やってるらしいんだよ、これ。そうなの、ほら、200万部突破。うん、知ってる。うん、ね、ちょうど読みたかったやつなんだけど。何、ありがとう。そう、なんか流行ってるから、しほちゃん好きかなと思って、ちょっと買ってみました。今なんかさ、うん、そう流行ってるんだよね。多分ね、12巻まで出てたみたいだから、うん、とりあえず12巻まで揃えたりなぁ。6、7、8、ほんとだ、うん、ありがとう。嬉しいな。いいですか？若すぎじゃない？ありがとう。いいですかね。めっちゃいいです。はい、超呼びたかったです。ほんと？マジ？よかった。ありがとうございます。はい。嬉しいです。ちょっと待って、床に置くのはもったいないぐらい。マジで嬉しい。床が今プレゼントだらけです。嬉しい。あと2個だね、残り。ね。うん。どうする？なんか心臓が持たない気がする。あ、ちょっと軽い、こっちの方が。なんだろう。急に軽くなっちゃったね。うん。何だろう。12個目。はい。いきます。何が出るかな、何が出るかな。お？お？お？衣類だ。お洋服だ！そうでーす。どうかな？トップスだね。え、かわいい！なんかそれね、上下分かれるんだ。あ、なるほどね。中に、なんかこう、うん、ガムチェックの、そうそうそう、キャミソール型のを着て、上にこういうね、そうそうそう。なんか
日焼け防止みたいな。まあちょっとね、上着。今の時期。おしゃれだね。今の時期にすごくいい感じの、ちょっとこう、うん、透け感が。そう、透け感が。すごいおしゃれに見える。めちゃくちゃ可愛い。そう。めちゃめちゃ可愛いんだけど、ありがとう。前撮っても可愛く着れるし。確かに。ね、下とかも何でも合うしね。そうそうそう。白いズボンとかでも黒いスカートとかもね。別に中変えてもいいし。あ、確かに。そう、めっちゃ可愛い。何でも合うかなと思います。そう、この上は多分何にでも着れるし。うん、この下もね、何にでも着れるし。はい。着回しが豊富だね、これは。そうなんです。いや、ありがとうございます。え、可愛いんだけど、やばい。ちょっと、やばすぎるんだけど。うん、はい、じゃあ次。嬉しすぎんだろ。ね、もうまだあるのって感じなんだけど。最後ですね。もうお腹いっぱいだよ、私。本当、いらないじゃん。ありがとう、本当に。ラスト1個。はい。はい、あげていきたいと思います。はい。箱ですね。ね、これじゃわかんないね。なんでしょう。あ、まだわかんないね、これじゃ。まだわかんないね、これじゃ。この箱じゃ開けてみます?開けてみましょう。じゃあ、開けていきます。はい。おぉ、ピンクだ!ピンクだ!ピンクだ、なんだこれは。なんか、機械ですね。あ、脱毛器だ!はい、そうでございます。夏毛器もらいました。はい。え、嬉しいんだけど、シンプルに。これからね、夏のシーズンが始まって、はい。まあ、肌とかね、見せたりするんで、ね、まあ、もう中学生にもなったし。なるほど、ね、こういう感じか。そうですね。使い方はママもよくわからないんですけど、でもきっとそうだと思われます。え、マジで?ピンクで可愛いでしょ?そう、可愛いね。すごいなんか持ちやすいし。そう、そう可愛いんです、これ。ね。そう。いい中学生だしですね。なんかね、うん。毛の処理は大事ですよね。大事です、ね。え、マジで嬉しいんだけど、ありがとう、本当に。よかったです。やったー。はい、以上ですね。以上ですね。え、もう本当に嬉しい。なんか巻いていい?ありがとう、本当に。じゃがりこ呼吸は忘れないとよね。はい、ということでね、すごい申し訳ないんですが、5番開けるのを忘れていました。なんか1個残ってたよね、そこに。そう、だから、後ろとかも今すごい汚いし、もう落ちてきちゃって、そう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 、ご飯も食べて、戻ってきて、で、みたいな。そう、漫画でも読もうかなとか思ってて。そしたらなんか、あったんです。なんか、5番なかったんだね。気づかなかったね。もう開けていきますね。はーい。なんか箱。待ってか待って、ロムランドのリップとアイシャドウです。え、待って、かわいい。サイズがね、ちっちゃい、みんな伝わるかな。ちっちゃいんだよ、これ。ちょっと待ってね。うん、24番だね。24番。これが、本体。初期の、初期っていうか、これが、普通のリップの形ね。普通のサイズね。そう。で、うん、これが、うん、こんな感じ。とりあえず開けてみますね。ちょっと開けてみないとわかんないね。開けてみます。なんかね、多分これアイシャドウも、ちっちゃいの?リップもちっちゃいんだよ。え、マジかわいい。こんなんどこにあったの?なんかね、普通に。ありがとう。雑貨屋さんであるんだけど、なんかセットみたいな。めちゃめちゃかわいい。押した。シダミニチュア大好きなんだよね。あー、好きそう。でしょ?私ミニチュアとか大好きで。大好きだよね。ちっちゃいだけでかわいいとか思っちゃう。待って、アイシャドウもかわいいんだけど。アイシャドウも、まあこれ持ってないけど。持ってないんだけど、ちょっと。実物がなくてごめんなんだけど。そうそうそう。実物がなくて、比べられないんだけど、すごい手のひらサイズ。うん、で、こっちは比べられない、ね。こっちが、そう、実物の24番と、これ24番。ちっちゃい。待って、かわいい!ミニサイズでーす。永遠に使う。なくなり早いと思うけどね、ちっちゃい分。まあでも持ち運びには便利なのかなっていう感じだね。
マジで可愛いんだけど、ありがとう。あはは、可愛い、好きな感じよね、ピンク系で。うん、え、待って。え、可愛いんだけど、ありがとう。めっちゃ発色いい。発色いい、発色いい、キラキラ。可愛い。ありがとうございます。はい。ということで、開け忘れを1個最後にお届けいたしました。気づいてよかった。はい、ママの途中、全然気づかなかったよ。え、かわいい、え、かわいい。ありがとうございます。はい。ということで、はい。ローマの、アイシャドウパレットとリップでした。はい、バイバイ。ミニサイズね。ミニサイズ。バイバーイ。ごめんなさいでした。すいませんでした。はい、ということでね、今日は私の誕生日のなんかサプライズで13個のプレゼントをあげてきました。もう本当にね、本当に嬉しい、本当にありがとうございます。いえいえいえ、嬉しいね。初めてしました。なんかよくさ、TikTok とかでさ、うん、なんか年の数だけプレゼントみたいなのさ、見るの楽しいじゃん。楽しい、楽しい、楽しい。なんか見ちゃうよ、ついつい。わかる。なんか最後の方なんか見ないって。そう。決めてても見ちゃうぐらいすごい、うん。やっぱなんかでもそういうのってなんか最後はさ、まあちょっと高価なものなんだけど、うん、まあ翔ちゃんまだ中学1年生なので、まあその辺はね、ちょっと。中学生らしい。確かにブランド物の時計とかもなんか使いねーみたいな。ヴィトンとかさ、そのディオールとかさ、さすがに中1ではちょっと必要ないと思うので、まだね。うん、まあ、その辺はちゃんと考えて、中1らしいなんか、もの、まあ、でもちょっと、ね、洋服とか、そういろいろ交えて、しおちゃんの好きなような感じで、ちょっと13個用意してみました。ね、最初はね、面白く。ちょっと。なんか恐竜のおもちゃが終わったからね、私。でもあれも可愛いんだよ、最初なんかだから、大丈夫かなとか思ってたんだけど、うん、本当に嬉しいです。はい、そうだ、今日ね、うん、世界一幸せ者、いいですね。これしてちょっと外出ようかな。え、やめて、恥ずかしい。友達に一までこれで行って。恥ずかしい。見てきよ、私何だかわかる、誕生日。自分から言っちゃうタイプ。自分から友達一位ピンポンしてください。やだー。はい。ということでね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい。ということで、それでは、バイバーイ。